あなたが今一番欲しいものって何ですか心に手を当てて考えてください。本当に心の底から欲しているものあるでしょう。もちろん都内一等地の最低でも10台は止められる駐車場ですよね。そこで10分250円取って満車なら1時間あたり1万5,000円。仮に1日満車が12時間続いたとしたら18万円です。つまり1月あたり540万円。欲しい。 だから今回はパーキングシミュレーターでちょっと駐車場で人儲けしていこうかと思います。それではやっていきましょうか。この街の駐車の問題を解決しようってことですね。でもこんなすげえ場所の第一等地に駐車場を作るならビル作った方が良さそうな感じはちょっとしますけど、まあ、パーキングシミュレーターだからな。なんかいきなり千鳥足の人間いるけど、このレベルまで千鳥足の人間なかなか見ないぞ。よく見ると、え、触れない、触れないし、私に影ないし。 自分は幽霊だったかこれさようならージェネリックプーチンこれ外に出ようとすると言われるななんか文句をでもそれくらいじゃあねちょっと <laughs> やめられないのが私よこの箱を持つじゃんへっ <laughs>、ね、これをこうして 外に出ようとすると、ビジネスのこと頑張らなきゃってめちゃめちゃ言うな、この人。このゲームの本来の遊び方、これじゃないからな。でも、ふっ、さすがに、これを3段積んだくらいじゃ、マップの外行けねえか。ってことは、もっと積めってことかな。これを上に投げて、どれくらいまで透明な壁が続いてるのかを見よう。あ、相当続いてるな。うん、ダメそうだな。しゃあね。ほらあ、ダメだ。 でも私の方はこれ触れるけど、千鳥足の方が触れないから、私の方だけが本物であっちが偽物なのかもしんねえな。ま、いいや、とりあえずちゃんとやるか。ビジネスを。えーパソコンを使ってください。パーキングエリアをオープンしました。おー、オープンしてる。これを駐車場とするの難易度高くないっていうか車通りゼロじゃないこの辺り。オフィス街ってさ、逆に駐車場の需要ないんだよな。みんな電車で来るから。やなかしたねこれ。銀座とかの方が良かった。コンクリートを敷くってのがある。これもやっとくか、一応。 おぉ、だんだん駐車場っぽくなってきたな。一応、車入れないようにしとくか。で、白いペイントを買ってくださいと。とりあえず、ゴミカーを呼ぶか。おお、来た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 。ちゃんと来るのかいや。え普通に人を引いてどっかに帰ってったな。昼間にこんなオブジェ作りまくってたせいでもう夜暗くなってきた。ホワイトペイント、カートに入れる。購入。 23時に来るのかないや、来たなぁ、これ。私のアイテムっぽいものがあるわ、あそこに。おぉ、来た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 。あ、バイバイバイこれさ、アイテムを取らないと、帰っていけないのかなプラすぎてね、どうにもならんので、一旦朝まで待とうかな。これ。よし、朝だ。車はまだいるかなあ、いる。一日待っててくれたんすね。てかね、ちょっと色々いろいろ維持したら気づいたんだけど、 警棒を持ってるんだよね、この人。やるしかねえ。えいあだめだ。なんなんだよ、このゲームのこそそこら辺歩いてる人。まあいいや。とりあえず、インベントリーにこのペイントを写して。え、スプレー缶で書くんだ。さあ <All right. S 1>、最初の客が来るのを待ちましょうと。で、なんかゴミは評判を下げるらしいから、捨てといた方がいいんだって。しゃあねえな。ん来た、最初の客。らしきものが。 ああ、そっから入ってくるのすいません。はい、オーライ。ああ、オら、ラ、無視すんだ。謎だな、このゲーム、いろんなところが。えああ、そうよね。このゲームの車、いきなり止まるから怖いわ。オら。ラえ、なんか、落とした嘘でしょ何考えてんだ、お前は。おいおいおい。まあ、とりあえずは、掃除を続けるか。客がいなくなった時に初めてお金が入るらしいから、それまではガチで暇なんだよな。 お、なんこいつこいつか敵はうらっ <laughs> なんだよこれあの客が出ていくまで私金手に入らないんだけどもっとたくさんスプレーを買って車の数を増やそうんでこれもう捨てないとなここに積んだの良くなかったねんちょっと待ってこのゲームさこれがこっちにあると評判がゴミ判定で減るでもこれがこっちにあるとゴミ判定じゃないから 評判が減らない。だから、ゴミを回収してもらわなくても、おお、いろいろ、いろるいろるあいつ、ジャンプ殴り。ゴミを回収してもらわなくても、ここら辺に売っちゃっとけば、評判、マイナスにならない。なんだよ。単純なことか。じゃ、これも、とか言ってる間に車いなくなってんだが、おいおい、あいつ金払わないで逃げてったってこと目を皿のようにして見張ってなくちゃいけないのか。さすが危険な国だぜ。まあ、それはそれとして、このスプレーをたくさん買ったから、 止まる泊まることができる数を増やそう。で、ゴミはあっちにやる。すげえ。ゴミを右から左に受け流すだけでどんどん評判が上がっていくぞ。こっちにあったら、わらしの敷地の問題。でも、こっちにあったら、行政の問題ってことだよね。来たぞ、あいつ。おら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 。なんであの壁にそんなにこだわるんだこれも、そっちにやろうね。あのね、ゴミをね、回収してもらおうと思ったら150ドルかかるから。それなら、 道路に売っちゃっといたほうがお得なんだよね。たけえ金払ってんだから、これくらいやってくれよな。んおいつ出てくぞ。金金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 かね、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  ほら、このゲーム走ってるやつ全員犯罪者なのやばいだろ。やばい、めちゃめちゃ暗くなってきた。お、出ようとしてるな。闇に常時で逃げようとしてるな、お前。そうはいかんからな。お金、47ドル。えこのペースだと一生儲からんぞ。っていうか、出るところにゴミ溜めあるのやばすぎだろ。ちょっとライトとか買いたいよな、とりあえずは。夜の運営やばすぎる。うわ、なんだこれ、シャイニングか この2人マジで何なんだよ。このゲームいろんなところが雑すぎて、これがバグなのか仕様なのか絶妙にわかんねえな。あ、動き始めた。バグだったみたいだな。んーで、もうどんどん駐車できる場所を増やしていきます。で、ランプが来たからランプもつけよう。あれもランプは、ランプはつけられる場所が決まってんのか。今ランプつけるときの画面の寄り方じゃなかったよな。こんなにめちゃくちゃ明るいライトで照らされながらお金払うのすげえ嫌だな。しかも出ていくときこれ。 これに突進していかなくちゃいけないっていうね。さてと、プラントを植えるか。これ1個植えると評判が上がって時給もちょっと上がるのよね。だからたくさん植えた方がいいのよね、これ。もう13に増えてるな。これを限界まで買うか。あ、逃げてったおいおいおいあいつ無料で逃げてったぞ。駐車場の運営って大変だな、思ってたより。なんか自動で金が無限に入ってくるもんだと思ってたけど、全然そんなことはないんだな。 なんか落書きしようとする人ぶん殴ったり、逃げていかないように目を皿のようにして監視したりすることが必要なんだな。だからあんなに1時間ないくらも取るんだ。目から鱗だね。ほら、逃げんな。監視してたらいつまでたっても動かないのかなあ逃げてくる。くそ。で、それはそれとして、えー、木を植えまくる。おレベル2になった。これで15に増えてるな。次のミッション、100万円分儲けろって。 1回60円で100万円やばくないこのゲーム苦行かパーキングリミッターを買うと時給が増えるなこれ何個買ってみるかえー、っとパークリミッターって何なのかと思ったらこのパーキングのここについてるやつえっていうかなんかもうすでにおかしいことになってないこのゲームおいおい駐車場始めて2日しか経ってないのにもう事故ってんじゃんこれうわわわわえええ,え <laughs> なぜ 土地が余ってる人間が駐車場じゃなくてビルを建てるのかってのがだんだん分かってきたな。で、パークリミッターをつけると、ほら、これだ。パークリミッターってのは何なのかと思えば。これで時給がさらに2アップ。えでもさ、これパークリミッターついてるとさ、1時間あたりプラス200円追加ってやばくないじゃあこっちに止めるよな、みんな。まあでも、モッカーの目標はとりあえず、パーキングスペースをマックスまで増やすことよな。もしかして、ここら辺に見えてるの全部駐車場になるのかな。 なんか、ロブロックスの対空運ー系ゲームやってる気持ちになってきたな。ちなみに、車が盗まれるのを許した場合どうなるんだどうすかあ、えええドアを取っていくのか。あ、なんか怒ってる。pay for damage? 私が払うのやだよ。私が賠償するの。まあでも確かに90、90%くらいは私のせいかじゃあその前に、お金を全部使って、はい。 あお金がマイナス436になった。なんてこったい。うわまた来たまた来た。もう絶対許すなこいつ。絶対に許さんからな。うらうらうらしかしこのゲームマジで虚無だな。ドアのために払った借金も全然返せねえしよう。でもこのパークリミッターを止めると2ドル上がるけどこれをつけると全体の時給が上がるから現金を全部この木につぎ込んだ方がとりあえずはいいような気がしてきたな。そういうわけでデコレーションを買います。 プラントポットが200ドルで0.25でしょで、木が5000円で0.1だから、今こっちの方が圧倒的にいいよな。あ、木を植えようね。木を植えようとするとどんどんやってくるな、この出るための車が。しかもこいつもやってきた。マジで。なんなんだ。あっちの壁にやれ、あっちの壁に。でもおかげで18.4まで増えてきたぞ。で、植えてる間に400ドルまで増えてるから、それでまた9本木を。 頼むでしょこのゲームの攻略法を見つけにちまったな。もうすぐ2倍になるぞ。ちょっと木植えただけで1時間2000円も払ってくれるようになったお97。1回のパーキングで1万円近く払ってくれる人が増えてきた。やはり木だったか。いやーなんか駐車場経営の勉強になるなこのゲーム。将来的に私がさほら銀座の土地を相続するかもしれないでしょなんかいきなりさ。そしたらね銀座のど真ん中に。 でっかい駐車場作って。ノバマン駐車場をで。でっかい駐車場を作ったら、とりあえず警棒を買う。次にアホほどキーを植える。そうすれば無限に儲かるっていう真実にたどり着きましたね。しかし夜にキー植えるの暗すぎるあまりにも。どう考えてもこの木植える前に先にライトを買うべきだよな。でもそんなことはしない。お100、109ドル。ついに大台に乗った感じがするな。ちょっと待って。こっちはデコレーションで10ドルプラスされてんのに。 こっち側はデコレーションがプラスされてないっていのはどういう条件だこれってことはこっち側にキー生やすのとこっち側にキー生やすのではまた別の話ってことそんなことあるかこいつを殴って木を紛らわそうまだ何もしてないのに殴った推定有罪この木を植えた方が効率がいいのはそういうことかでもまあそれはそれとしてこれは植えまくった方が効率良さそうだから植えまくるかまたシャイニング状態になってるこの人たち 誰かがぶつかるまでシャイニング状態で止まるのおかしいだろ、これ。いや、でも海外の駐車場事情全然わからないからあれだけど、割とこういう感じなのかもしんないな。うわえ今普通に事故ったよね。まあみんなおおらかに生きてるんだろう。そういう国ってこと。こうやってスプレー巻きたかったら巻くし、ぶつけたかったらぶつけるし、シャイニング状態になりたかったらなるみたいなね。みんなそれぞれ好きなことをして生きてるんだ。YouTuber と同じような。全国民が YouTuber ってことよな。要は。 でほらねゴミもこうやって路肩にやっといて見ないふりしてるしな、私も。他人のことは責めらんねえわ。だって、今、評判が363なんだけど、ゴミが落ちてることによってマイナス156されてるんですよね。だから、このゴミを全部拾えば、一気に評判がレベル3まで上がる気がする。あ、てかやっぱり、やっぱ私が見てないとどんどん行っちゃうのあ,あの車とか。とか行ってる間にこっちでは事故起きてるしよ。大変すぎるー。めちゃめちゃスライド移動してる。 いろんなことが一度に起きすぎや。この車はどうしちゃったのこれが悪いのこれいや、そういうわけでもない。車と車がぶつかって本来通るべきではないルートに入り込んでしまったおかげで、もう、おかしい。完全におかしなことになってしまったぞ、これ。あー、でも車はどんどん来るし、人はどんどん出てくから、俺、このゲームいきなりめちゃめちゃにバグってるけど、これ私のせいじゃないよ。完全に動かなくなってしまったな。この車。いや、動いてはいるな。少しずつ。 さ逆に考えれば、こいつら出らんないから無限に駐車料金をせびれるのではそんなことないかいやでもそうだ。これがあった。車破壊ツール。ピュー。ああ、すごい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 。車破壊した瞬間、我先にと動き始めた。そうか。車破壊ツールはこのためにあったのか。はーい。どうぞどうぞ。だいぶ足止めしてた割には駐車料金増えてないから。やっぱ、あそ,あそこで足止め食らってた分は別に、 駐車料には含まれてななないいのかもしれないなでもおかげで1100ドルも貯まったわこれを限界までブッシュにベッドうえっ <laughs> このゲーム <laughs> このゲーム壊れすぎだろ<笑><笑>マジかよー今のは全然私のせいじゃないぞマジでなんでここのゲームにそもそも車に物理エンジンが搭載されてんだよ必要ねえだろ本当にさあ また木を植えたんで、えー、1時間あたり2500円まで上昇しました。こっちの方は2700円。美味しいよ。こうやって車が止まってる間って、私のお金が発生してるわけじゃん。卵を温める鶏ってこういう気持ちなのかな ?1 時間2700円のとこから一人出たぞ。おいおい、いくらだい ?134。うーん、美味しい。もう一人出てきた。55。春日。パーキングバリアを注文しよう。 で、それ以外の現金は、やっぱり、ブッシュにかけるで。パーキングバリアを設置すると、勝手に出ていけなくなるらしいんだよね。私がここで仁を立ちしてね、わざわざ、人を止める必要がなくなるってわけ。さあ、置いちゃおうね。くそ。これは置ける場所が限定されてんだな。ほら。んーで、あと18くらいあれば、評判が3に上がりそうなんで、ちょっとゴミ拾おうか。こういう時に限ってゴミがあんま落ちてねえんだよな。もうちょっと落とせよ、ゴミ。ゴミ野郎ども。お、来たレベル3。 バカめ逃げようと思ったかそう簡単にはいかねえのよ。ちなみにこれ開けなかったらいつまでいるのかなこの人たちは。なんかずっと行ってくれそうな雰囲気あるな。チラッと開けてみるか。チラッあ、あ、クソ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 。あば、ク、ま、ソ。はぁ、あ。やられた。やっぱ取れるお金は取ったかんと。あ、でもこれお金もらった後開けたり閉めたりしなくちゃいけないのね。手間が増えたな。まあでも、無料で逃げられるよりはマシか。 ちなみに評判が3になったら、なんか新しいアイテム買えんのかなルーフが買える。ルーフか。あ、すいません、すいません。あ、すいません、すいません。つまり楽しく、こっちはインターネットショッピングしてんのによ。でも、1000ドルくらいはすぐ貯まるようになってきたね。あ、お金受け取った後、これあげるの忘れてた。すいません。ていうか、あの車まだないなんかめちゃめちゃ呆然と立ち尽くしてるけど。まあ、そらそうよな。これ一体どうしたらいいんだろう。まあ、しばらくこっとくか。 で、ゴミはって言うと、ふっあー、これで行政がどうにかしなくちゃいけなくなりましたと。うん。すごい。200ドルとか払う人も出てきたな、だんだん。いやー、100万円稼ぐのガチで不可能だろうって思ってたけど、だんだんインフレしてくるな、このゲーム。あ壊されてるおい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 。待たせすぎると壊されんのか、これ。ちょ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 ふざけんなよ、このゲーム、マジで。おい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 。 本当によ、ここの人間どもは、ウルトラびっくりカスしかいないな。このポーターを雇ってみるか。ポーターがいるともしかしたら自動的にお金を集めてくれるかもしんない。この人重心おかしくない人間ってこういう歩き方じゃないよね。インポスターかいや違う、この人もこういう歩き方をしたいからしてるんであって、自由の国アメリカだから。そもそもアメリカなんかも怪しいけどな、これも。この人重心低い人じゃない重心低いし、 シートの高さも合ってないぞ。前見えてんのかなさて、この職業タブから、ポーターを雇えるんですよね。ポーターって何やってくれんのかな開目検討もつかんで。シフト的には来ているはずなんだけど、全然見当たらねえぞ。あ、いるえポーターだけあってさ、ゴミを回収してくれたりするのかなほら。いや、してくれねえ。お金を集めてくれるとかいや、お金集めてくれるわけでもない。 何者座りがかりかそしてこれを買い直しましたあーなるほどねこれがあれば代わりにやってくれんだこいつは代わりに殴ってくれねえんださあやってくれるかおおやってくれたう来ーおうきておおこれだよこれ私が本当に求めていたものはで屋根もくっつけてあげようね1個だけねちなみにこの豪華屋根ありパーキングロットに停めたかったら1時間あたり 円払わななゃいけないけやばついでにこのボディーガードも雇っちゃおうで残りの金は全てブッシュにいやーやっぱりなんかこの資本主義の世界では他人の労働力をかすめとって儲けるのが一番いいとされているけどやっぱりこういうことなんだなおい,おい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 ほら まあでも今や私もね、こんだけ金持ちになったから、客の車の扉取られても別に痛くもかゆくもないんだけどな。でも警棒で人殴りたいじゃんそういう気持ちは忘れずにいたいよな。やばい、ブッシュを植えすぎても植えられるところがあんまない。助けてくれ、ジョージ。ジョージ。よし、ナイスジョージ。こっち側はもう全部植えてしまったな、ブッシュを。だから今度はこっち側です。てかあの車まだあるな。あの人もずっと立ってんな。だしてあの人が脱出できる時は来るのだろうか。 あとはゴミだな。ゴミ片付けの面倒ていうか、駐車場にゴミを捨てるなよな。これ、私が新しく雇ったガードマン。この人たちがね、この車上荒らしとか追い払ってくれるんで、このゲーム、もはや私ができることは何もありません。ただ金を使うだけの人間です、私はもはや。たまに物資を頼んで、それを置く。ただそれだけの人間になってしまった、私は。この世界では。でもそういうのがね、人生なんだよね。何でもないようなことが幸せだったと思う。 ななやつよな今の状態は。ふ <laughs> っ相変わらずゴミはゴミ箱に。おこの人一番高いとこに止めてんぞ。富裕層じゃん。富裕層パンチ。お殴る瞬間を見られるぞこれ。おこれは今のはただランニングしてただけの人の可能性も出てきたな。このゲームただランニングしてる人と本気で車を破壊しに来てる人との違いが分からないからな。この人が開けたのを閉めたらどうなるのかなああ開けに来た。 あ、そらそうよな。あれでもまた閉めちゃおうかな。閉めちゃおう。もう一回閉めちゃおう。あ,ううあこれが経営者の特権よな。300ドルだったな、今。やっぱすごい勢いで収入は増えてはいるな。そのお金を全部このブッシュに変えてるから、めちゃめちゃお金貯まってるイメージなかったけど。ついでに言うとこんだけお金あるのに、まだ街灯をつけてないからな。さすがに街灯買うかでも街灯1本五百0 500ドルなんだよな。ちょっと高すぎる。でも代わりに私はずっと欲しかったものを買おうと思います。それは、コーヒーマシン。 これでさらにお金が入ってくるぞ。え、コーヒーマシンってどこでも設置できるのこれ。じゃあ、このお金を払うところに置くか。はいよ。やだね、店長がさ、こうやってコーヒーマシンの横に立って。ご一緒にコーヒーいかがですかみたいな。一杯千円です。でも、このコーヒーマシン日本製じゃねよく見たら。千円札って書いてある。ここは <laughs>、日本だったのか <laughs>。猿の惑星じゃん。なんてこった。治安がめちゃくちゃ適当になった。 未来の日本であったか、ここは。でも、このコーヒーマシーンどこでも置けるんだったら人、なんか人の通り道に置いとくか。せっかくだし。コーヒーマシーン置いたらみんなコーヒー買い始めたけど、代わりにコーヒーのゴミを置くようになった。終わってる。しかも、この人コーヒーの飲み方おかしすぎやろ。えこ、しかもこっからここまで歩くまでの間でコーヒーを、300ミリのコーヒーを飲み切った。尋常じゃないな。しかもコーヒーマシーンガチで大盛況だな、これ。 この駐車場の評判1038あるけど、ゴミが多すぎてマイナス270されてる。もう全く。でもさすがにゴミを片付ければレベル4に行けそうな感じしてきたな。なんか全然減らないなと思ったらこれか。ゴミ捨てたやつをその場で殴ったら捨てちゃいけないっていうことがパブロフの犬みたいに覚えないかな。そんなことないか。まあでも、ゴミはめちゃめちゃたくさん落ちてるけど、 ブッシュがめちゃめちゃ綺麗だから評判プラマイプラスです。みたいな。そういう駐車場を目指していこうかな。駐車場をこう綺麗にしていくスピードよりも人がここにゴミを捨てていくスピードの方が圧倒的に速い。だからいつまで経っても評判がレベル4にならねえわ。さあ、2個目の自販機を置こうね。ギリギリ重ねておけるぞ、これ。割と自販機がね、物売ってるんだよね。だから自販機を置きまくればそれで億万長者になれる可能性もある気がするな。 まあ、ゴミはとんでもないことになるけど。パーキングの整備でもしてみるか。あ、パーキングエリア2、開いた。ちなみに、どこだいパーキングエリア2、どこだいこいつらまだいるんかっていうか、こいつマジでずーっと立ち尽くしてるぞ。この一週間近く。さあ、タイマイをはたいて、二つ目の駐車場を作ったぞ。うお、ぬれぬれぬれ。しかし、駐車場って絶対こうやって作るもんじゃねえだろう。コーヒーのゴミはどうなったかっていうと、まあ、だいぶ大変な感じにはなりましたね。こうやってたくさんゴミを置くことによって、 いいとこもあった。このゲームゴミ捨てによる評判が最大マイナス1000までしか下がらないから、本来だったらこのゲーム、1日1200ドル払ってクリーナーを雇わなくちゃいけないんだけど、逆にゴミを死ぬほど貯めることによって、捨て損の状態に入ることができる。だからこれ以降はね、いくらゴミを捨てても、むしろお得です。自販機はびっくりするほど儲からんけど、目の前にゴミ鉛ができるっていう面白さはあるからな。たくさん、たくさん置きたくなる気持ちはある。 この人もね、いつまで経っても自分の車動かす気配ないし、この人もね、なんか悟り開いたみたいな顔になっとるわ。この佇まいは完全にホラーゲームの住人なんだよな。この自販機の前もかなり大変なことになってるし、今日はこんなもんにしとこうかな。じゃあ、面白かったらチャンネル登録お願いします。それでは、また今度